行くな。せっかくいいパートナーになったんじゃねえか。パートナー、俺が起こしたトラブルを文句もなしに処理してくれるのはお前しかいないんだよ。東京キャリアコンサルティングの山下です。東京キャリアコンサルティング、実はあなたに引き抜きのお話がありまして。引き抜き、先日お話ししたヘッドハントの件、ご検討いただけましたでしょうか。お返事お待ちしております。相逢深くいいパートナーになったんじゃねえか。パートナー、もう分かった。バカバカしい。要するに今まで通りずっと仕事のパートナーでいればいいんでしょ。しょうがない、あなたのどうしようもない性格に我慢してあげてもいいわ。
ただし仕事上の付き合いだけよ。よし。どうせ今日は断るつもりだったんだけどね。